今日もね、暇やから配信するよ。イエーイ。でもね、話すことはないんだね。昨日は手綱ありがとう、楽しかった。ありがとう、私も楽しかったよ。そう、昨日ウィンブレドンしたの。楽しかった。それだけの話ないよもうない。そう、一気にね、間開けてやらないと話すことないんだよねそう、でも暇やからしてる。リハやってないよ。だってみんながツアーだからね、コンサートのリハできない。マリンちゃんにお土産頼んだ。頼んでない。エゴさんに頼んだエゴさんに頼んだ。あったら買ってきてくださいって。私配信するとき毎回このパーカー着てる気がする。同じ服しか持ってない人みたいちゃんとあるよ、服いっぱい。ピンクフレートも聞いてみたかったな。見に来ればよかったのに下がりとかあんまもらわない。イズさんが良かったね。イズさんね、めっちゃ可愛かった。でもね、ポジション的にね、絡むとこがね、全然なかった。悲しい。めっちゃここ跳ねるんだけど。なんかね、2つできるポジションあるんだけどね、もう1個のとこだったらね、ゆずさんとめっちゃ絡むポジションだった。まあそんなこともあるよね。ドンさん楽しそうだったね。そう、ドンさんとあれ大好きの時にね、今日最後って言ってたドンさんと出るの最後な気がするから、今日最後って言ってた。
わかんない、最後じゃないかもしれないけど、でもローズさん熊本のねツアーの人やからね、ツアーの時にさ結構手伝ってあるじゃん。最初このさ、ナイジさんそのナイジさんなんかここなのなんかチャイムでここなんかナイジさんてつのもいいけど最後に S と E の声にしてほしいな。それはね、まあここだけの話なんやけど、すごいここだけの話なんやけど、実は一回あるんよね、出る予定が、どっちかのチームでどっちかのチームで出る予定があるよね。これはすごい内緒なんやけど、しかもなんかスケジュール見たらその休館日って書いてあったんよね休館日って書いてあったよ。これは内緒よ。めっちゃここだけの話、いや誰の生誕でもないっぽかったよ。これはスレに書いちゃダメ、スレにもツイッターにも書いちゃダメやからね。そう、でも、じゃあ3月です。めっちゃね、救援メンバーいた。その日。最近握手なくて夢で握手してた確かにないね、全然。そう、明日も握手会の日だったよね。私だからこんな暇なんだよね、多分。して話すことももうない。なんかあったっけ最近。私も三連休だよ。夫婦女子のラーメン食べてよ、ありがとう。美味しいよね、あそこ。
今の時は何してるの？今の時はね、寝てる。でもね、今日も寝すぎて暇ないよね。暇の時は寝てる派。寝て寝た方がよくない？なんかね、寝て一日を無駄にしたっていう人ね、意味がわからないね。私寝て休憩できたなら得やん、それは。って思うよね、私は。今の時の映像することがおすすめある？ない。なんかもうね、映像倉庫もね、増えないから、映像が最近見てない。今日はね、家から出てないよ。普段ね、学校か仕事ないと家から出ないからね。マスクあるよ、マスク。でもね、マスク好きじゃないよね、私。まあそんなこと言ってる場合じゃないんだけど。ロケで作ったやつあるよ。あるけどね、マスク好きじゃないからしてない。今日もコノさんが絶賛ナルピーさんの話してました。そうなんだ。今日もね、コノとラインしてたよ。横浜アリーナ、ナルピーのセーター&メッセージカード届いてたら、ん、していきますね。うん、セーターの T シャツ着てください、皆さん。鈴くんやらね、公園にも来てきてね、生誕っていうやつ。今日から発売なんだ。みんな来てきてください。卒業したらショールームはやりません。でやばくない？ショールームしてたら。最近うどん食べましたか？食べたよ、今日。
バッグも買ったよ。ありがとう。トートバッグ使ってね。白髪染めするだってみんなしなくていいよ別に。髪の毛がかわいそうじゃん。ダムくない？染めたら。もう白髪染めましただってかわいいみんな。いいよ別になんでも。その白に戻るからって。なんでもいいよ髪色なんて。ガチャラかぶっていくのだっていいよみんな別に。なんでも。最近白い髪が異様に増えてるんですけど、年ですかね。それは年やね。それは年やと思う。そう、でも何でもいいよ髪の毛なんて。ナルピーに少し長めのお手紙書いたから劇場に出してきます。ありがとう。手紙大好き。髪の毛ってなんで入るんですかね。確かに髪の毛ね、切るか迷うけど、まあ伸ばしてる。切るって言っても数センチだけど。長い方がいいかな、わかんない。長いっていうかさ、どのぐらいの長さがいいのかわかんなくて。長いにもいろいろあるやん。みんなに伸びたねって言われるけど、そりゃ髪の毛だから伸びるよって思いながらいつもね聞いてる。3チームの声を踊れるの何ピーしか飛びないです。それは嘘だよ、いるよいっぱい。話すことがないよみんな。アル
人に殴れる映像楽しみだね。確かに24とかからだよね。もうすぐみんな見に行ってください。みんな見に行ったら写真撮ってツイートして、私は見に行かないよ。遠くない？遠いしさ、毎日リハだし。そう、新宿。去年まで名古屋だったよね。ラッピーの好きな名古屋飯教えて。特にない。でも手羽先は好きよ。名古屋飯の中で選ぶなら手羽先が好き。一番。3月1日までか。ではランキングを見ます。13位マリモさん、12位赤彦さん、11位ひろゆきさん、10位 XYZ さん、9位カツポンさん、8位ただいま考え中さん、7位スカちゃん、ナルピーポーさん、6位そっちゃんさん、5位月曜から夜更かしさん、4位さとちゃんさん、3位パカルンおしさん、2位テマさん、1位クマさん、ナルピーおしさんです。手羽先の上手な食べ方知らん。手羽先好きやけどね、上手な食べ方知らんのよね。じゃあまたね、バイバーイ。